サクチャンネル。こんにちは、地域新聞 TV のさくちゃんです。もうすぐバレンタインですね。今回はそんなバレンタインにぴったりな手作りチョコを作ろうと思います。今日はホワイトチョコとザクザクのグラノーラでホワイトチョコバーを作りたいと思います。本当はコーンフレークや干しぶどうが良かったんですけど、今回はグラノーラにしました。おいしい。チョコレートを湯煎で溶かします。すごい溶けてく。トロトロ。すごいトロトロになってる。型に入れ終わったら冷蔵庫で30分以上冷やします。チョコの匂いがする。間違えちゃうのあった。変な三兄弟の感じ。いただきます。やめて何？いただきます。なんかもう食べたい。いい？おいしそう。あ、ちょっと顎についてる。いっぱい食べちゃった。プレゼント用にラッピングもしておきたいと思います。次にこっちこうやったじゃん。で次これをぐるって巻いてみて。ぐるぐるって。あ、ちょっと待って。そういう感じ。綺麗だね。宝みたい。できました。できました。一つ入れました。入れて、いるけど言えない。グラノーラでザクザク食感の美味しいチョコが出来上がりました。おうち時間でぜひ作ってみてください。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。